皆さん、こんにちは。朱雀あかりです。本日は黒点経典の147ページから朗読していきます。それでは、よろしくお願いします。私利私欲を肥やした役人、菅原の道真公の次に現れたのが、天神様の御霊を受け継いで人として生まれた平の将門公である。平の将門公は千葉県の龍角寺の広大な敷地に陣を取り、この地を治めていた。この時期は富士山の噴火や干ばつなどにより作物が実らず、人々は飢えに苦しんでいた。農民たちは口々に、今年も雨が少なく米が実らんの、どうしたものやら、困ったものじゃと嘆いていた。その時、朝廷から派遣された国司が年貢の取り立てにやってきた。国司は、お前たち、年貢をまだ納めておらんぞ。家や蔵を探して米を持っていくぞ。農民は、国司様、今年は雨が降らないので、ご覧の通り作物が育ちません。我らの日々の食べ物もない状態なのです。もう少しお待ちくださいと、年貢の取り立てを待ってもらうよう土下座をして国司にお願いした。国司は、えい、貴様たちなど食わんでもよいわ、さっさと年貢を納めいと農民を蹴飛ばし、家の中に入り込んで、わずかばかりの米や穀物が入った袋を持ち去ったのである。このように飢えに苦しむ農民が、このままでは私たち百姓は死んでしまいますとお願いしても、国司は無理やり農民から全部巻き上げていったのである。このように天皇家の周りに救った邪なる魂に支配された国司たちが、天皇家の名を利用し、自らの私利私欲を肥やし、横暴な役人たちに人々は苦しめられていたのである。平の将門公は飢えに苦しむ農民のために立ち上がった。平の将門公は新しい土地を開墾するため、農民と一緒になって桑で田畑を耕すなど、人々から親方様と呼ばれ親しまれていた。ある日、平の将門公は年貢の取り立てをする国司の宴会に呼ばれた。彼の周りの人々は、我らの親方様がみすぼらしい服で宴会に参加するのは忍びない、親方様にはせめてきれいな着物を着てもらいたいと、彼らは夜鍋をして服を作り、平の将門公を宴会に送り出したのである。平の将門公がその国司の宴会に行くと、宴会の席にはたくさんの贅沢な食べ物が並んでいた。多くの農民が飢えて亡くなっていく様を目の当たりにしていた平の将門公は、その贅沢な宴会を見た時、ここにはたくさんの食べ物があって、役人たちだけが贅沢三昧している、これは許せんと怒りの感情がこみ上げ、我慢の限界を超えたのである。城に帰った平の将門公は、このままでは多くの百姓が飢えて亡くなっていく、我が立ち上がるしかないと、食うや食わずで苦しんでいる人々のために朝廷側と戦うことを決意したのである。そして現在、新宿にある紀王神社に3人の娘を呼んで、我は飢えで苦しんでいる人々のために命を懸けて戦う、そなたたちには迷惑をかけるが、どうかこの父を許せ、後のことはそなたたちに託す。この巻物は黒点経典という、先の未来の多くの人々を導く内容が記されている大切な巻物ぞ。決して役人どもに渡してならぬ、お前たちで協力してこの巻物をしっかりと守るのだぞと話し、娘たちに手紙とその巻物を手渡した。義兄弟である後の千葉氏となる村岡五郎公に、娘たちの面倒を見てもらうようお願いし、将門公は兵を召集して戦いの準備をしたのである。平の将門公は東の京の町に魔を封じ込めようとした。平の将門公は東京という東の京の町を作ろうとした。それは、大都市には欲望と邪の魂に支配される人々が多く集まり、東の京の町に恨み、妬み、我欲という
人の蛇や魔を閉じ込める場所が必要であったからである。それは東の京の町という大都市に蛇や魔を封じ込め、これらをまとめて一気に取り除くという弘法大師の計画を平将門公が行おうとしていたからである。平将門公は人々が飢えに苦しんで死んでいく様を見過ごすわけにはいかない。たとえ我が逆賊と言われようが立ち上がって少しでも人々のために食べ物を配らなければいけないと薩摩姫に告げて、命を懸けて朝廷に戦いに挑んだのである。平将門公は菅原道真公こと天神様の命により第六天魔王と名乗り戦ったのである。戦いの当初は勢いあって関東一円を手中に収めた。しかし時が経つにつれ数に勝る朝廷側の討伐軍に押され劣勢を余儀なくされた。その後捕まり首をはねられたのである。京の都で晒し首にされた平将門公の首は法力で遥か遠くまで飛んでいき、今の千代田区のあたりに落ちた。首の落ちた場所は蛇や魔を封じ込める場所を示すという我々に向けた暗号でもあった。同時に平将門公は勾玉の力を持っており、首と胴体とが離れたという意味は、未来において首と胴体の2つが1つになるとき勾玉の力が発揮されることを我々に暗号として残したのである。そして今我々は平将門公由来の東京都にある北斗七星の神社を回り、隠された暗号を解き明かしたのである。それにより首と胴体の2つが1つになり、2個の勾玉は陰と陽の対となり、勾玉の力が発揮されることとなった。この勾玉の力は人々が集いし未来の扉を開ける力となるのである。今日はここまでです。また次回続きを読んでいきますからね。それでは皆さんお元気で。Thank you.